いつものベゼスタゲーでした。はい、田中90です。今回ね、スターフィールドのレビュー動画をやっていきます。まあ、みんながね、気になってることはね、このゲーム買うべきなのってところだと思うんですけど、結論から言うと、ベゼスタゲー、スカイリムとかフォールアウトが好きな人は買うべき、じゃなかったら様子見てもいいかなと思う。今結構巷だとね、神ゲーみんなって言ってんだけど、あれはね、当たり前なんですよ。なんでかっていうと、ベゼスタ信者だから、今やってる人は。というのも、このゲームの発売日9月6日なんですよ。で、9000円、3000円それに積むと5日前からできますよってのを払ってる人たちの、もうベゼスタモサしかやってないの今。だからみんな神ゲーって言ってるんですけど、このゲームは凄まじく人を選ぶゲームです。なんだかんだベゼスタゲーなんで。このゲームオープンワールドって言われてるゲーム形式だけど、日本でオープンワールドっていうと今ゼルダを思い浮かべる人多くない？アクションゲームみたいな、すげえアクションがすごいよみたいな、でいろんなとこ行けますみたいな。このゲームはいろんなとこ行けるけど、アクションはそこまですごくありません。正直戦闘良くなったって言ってる人いますけど、なんだかんだベゼスタの戦闘で結局のところそこまでめっちゃ面白いわけじゃないです。じゃあ何このゲームいいのって言うと思うんだけど、このゲームのいいところはよくも悪くもオタク臭さがいいんですよ。というのも、全ての物事に設定してあるんですよね。例えばいろんなゲーム、オープンワールド、世界観がいろいろ描かれてますけど、意外と省略されてる部分あるんですよ。例えば、この国どうやって政治してんのとか、この国の経済状況どうなってんのみたいな。だからそういう、日本では政治、宗教、野球の話をするなって言われてますが、この3つの要素が、ベゼスタゲはちゃんと入ってます。野球はあんま入ってないけど。つまり、本当に世界を作り上げてるんですよ、スターフィールド。宗教団体っぽいのもいるし、国もある。その国も細かいことがある。そういう設定の奥深さ。ベゼスタゲーの良さが詰まったゲームとなっております。で、今まで聞いて思ったでしょ、いやそんなどうでもええわと、いやアクションすごくしろよと思った、そこのあなた向いてません。なんでそういう人はね、あんまね、半額とかセールとかね待って買った方がいいんじゃねえかなと正直思います。逆に、うおー設定、あー興奮するよみたいなね、今興奮覚えた方はむしろね絶対買うべきですね。そういう感じです。本当に良くも悪くもベゼスタゲーです。それが端的な結論となります。まあ、この後にね、いい点悪い点ちょっと挙げますけど、まあ、この根本に合うかどうかが結構全てとなるんでね、そこを一番大事にしてください。で、次ね、良い点悪い点いってきましょうか。良い点、マップがとんでもなく広い。で、このマップっていうかね、世界広大すぎて、もう宇宙たくさんあるのよ。で、そのなんか宇宙の太陽系とかそれごとに星があるのね。で、その星行けるんですよ、全て。さすが7年かけて作ってることだけあるなと思いました。で、まあ、これ表裏一体で悪い点にもつながっちゃうんですよね。というのも、マップ広いんで、たまにミッションで荒野の大地、クエストマーカーがある地点まで歩かされるみたいな時あるんですけど、めんどくさって正直思う時あります。割と荒野寄りなんで。なんでそこは皆さん妄想で補えてください。で、次の良い点、バグが比較的少ない。まあ、ベゼスタゲーだと割と初期の方めっちゃバグありますよみたいなのがあるんですけど、このゲームね、バグらしいバグにあんま遭遇しないんですよ、あんまね。なんで7年かけて作ってることはあるわと思いました。でも悪い点として致命的なバグがあるのを挙げさせていただきます。というのも、進行不能になるバグが現在あります。なんでバグの量は少なくなったけど、致命的なバグはあるよっていうのを覚えておいてください。そしてそのバグはくっそ面白いミッションにあるんで、それがもったいねえ。なんでつまんねえミッションにバグ用意してねえんだよって思っちゃう。面白いミッションだからこそバグがねうぜんだよな。で、次の良い点はね、翻訳がすごい。というのもマジで翻訳すごくて、違和感のある日本語ね、まあ今8時間9時間ぐらいだけど全然出てこないのよ。すごくね。このゲームの翻訳死ぬほどしなきゃいけないはずなんだよ。めっちゃセリフ喋るし、専門用語も多いし、だからミスがあってもしょうがねえぐらいのゲームなんだけど、マジでないんだよね今のところ致命的なの。それはニュアンスの違いは多分あるのかもしれないけど、俺たち日本語の人には分かってないぐらいの感じだから、実質ないみたいなもん。だから翻訳はね、冗談抜きですげえ、これ頑張ったなって感じする。7年かけて作ってることあるわ。で、次の良い点、マジでキャラクターと勢力が多い。まあ、最初の話の細かいとこなんですけど、本当にネームドキャラとネームド勢力多いのよね。
だからボリュームえぐいし、世界観すごいし、ロールプレイングははかどるのよ。RPG のガチ RPG みたいな。主人公悪人プレイもできるし、善人プレイもできるし、例えば生まれとかもさ、ちょっと妄想とかできるわけよ。これがね、マジでたまらん。キャラクター多いからこそ、本当のロールプレイングができるんだよね。だからオタク向けなんだよな、冒頭に言った通り。で、これ悪いとこにもちょっとつながってくるっていうか、合わない人向けの話になっちゃうと、設定が多いゲーム苦手な人は無理。正直、あのね。登場キャラクターはいろんな人、勢力、団体の名前出すんだよ。自由惑星同盟、コロニー連合、なんとか今日、くれないの艦隊、わけわからないんじゃーってなる人は向いてないと思います。本当にプラス人名も入ってくるからね、これに勢力名だけじゃなく。いやでもだからね、本当にオタク向けゲームなんですよ、マジで。これ怒れちゃうかもしれないけど、このゲームがね、世界で一番今売れてるってのがね、日本人となんか海外の人の好みの差が出てる感じするわ。日本人向けだけだったらこんな人気出ると思えないぐらいのオタク向けくんゲームだからね、体感。まあ後の良い点は、まあ、強いて言うべきことないけど、グラフィックはいいっすね。正直まあグラはやっぱいいっすね。まあだから重いんだけど、まあそこはまあこのゲーム買って PC 版グラボはやっぱある程度覚悟しなきゃねえってとこあるよね。自分 RTX2080 でやってるけど、やっぱちょっとね、新しいグラボ欲しくなってるもん。申し分ない性能なんだけどね、正直今のグラボでも他ゲーだったら。だからこのゲームはね、グラフィックやっぱいい分重い。でも仕方ないね、グラフィックがしょぼいベズスタゲーとか魅力ねえかな。その当時の最先端行ってほしいもんな。まあ良い点悪い点の話とちょっとずれちゃうけどね、最も楽しみだしね。いやこのゲームってかベゼスタゲーもっと許可してくれてるっていうのかな。もうオープンにできるのがマジでいいんだよね。まあだから正直言うと美人化もっと来てほしいよね。俺は一番美人化もっと待ち望んでる。すいません、ちょっと性癖の垂れ流しとなっちゃいましたが、まあそれぐらいかな。大きい意味のいいところ悪いところは、細かいところ上げりゃねいっぱいありますよ。 FOV をね、ゲーム内からいじれないとか、メインストーリーね、クソつまんねえミッションがあるとか、あの近接戦闘が楽しいとか、なんかゲーム内専門用語を一気に見れる Tips 的なの欲しいとかありますけど、まあそれは細かいんでね、割愛させていただきます。最後に点数つけるとなると80点かな。やっぱね、おもろい、めっちゃおもろいけど万人に刺さる100ではない。結局やっぱオタク向けって考えると80かな。本当は90上げたかったんですけど、俺が一番やりたかったミッションが進行不能バグにあって絶望したんで、マイナス10点で80点とさせていただきます。ということでね、皆さんもぜひスターフィールドね、まあ、合うか合わないかね、このレビューを聞いて吟味してから買ってください。オタクくんは合います。お疲れ様でした。オッツ。もう脳内ロールプレイングでやりたいことは決まってて、美人化モッドが導入されたら女主人公で侍の生まれ変わりという設定でやっていきたいというので、早く美人化モッド来てください。お願いします。